日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日は食欲について。食欲、はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。元気ですか？僕はちょっと疲れてます。夏ですね。そして暑いのでちょっと疲れています。夏に疲れることを夏バテと言いますね。夏バテ、疲れた、ね、そういう状態です。そういう時は食欲が少しなくなります。食欲というのは食べたいと思う気持ちのこと。それがなくなる、食欲がなくなる。なんかお腹が空かない、なんか食べたくない、なんか食べたいと思わない。最近食べ物シリーズをやってましたね。食べ物シリーズをやるときは、まあ、食べ物について考えますね。でも今食欲がなくて、ちょっと食べ物のことを考えたくありません。食べ物のことを考えたくない、ね、例えば唐揚げについてちょっと気持ち悪い、とんかつについて食べたくない、ステーキについて重い、アイスクリームについてまあアイスクリームは悪くないけどいらない。僕は今そんな感じです。ちょっとお腹が空かない、お腹が空いてない、だから食べ物のことをあまり考えたくないですね。だけど食べなければいけません、ね、何かを食べなくてはいけない。何を食べよう、ね、夏バテの時は何を食べればいいか。多分やっぱりうどんとか。でも温かいうどんは食べたくないな。多分冷たいうどんかな。はい、冷たいうどんにちょっとネギとかごまとか、まあ、簡単なうどんとかね。でもそれだとエネルギーが出ないですよね。エネルギーが足りない、元気が出ない。どうしようか。納豆かな、豆腐、そうですね、うどん、納豆、豆腐、悪くない。そうしましょう。それではチャオチャオ、アスタルゴ、またね。